2年半ぶりに展示が始まりました。今月、和歌山県のアドベンチャーワールドから鹿児島市の平川動物公園にやってきたホッキョクグマの一般公開が今日から始まりました。ライトの展示まであと10分です。すでに多くの報道陣やファンが集まってきています。もうすごい楽しみでドキドキワクワクしてますね。ライト君のデビューを見にやってきました。生後1ヶ月ぐらいからずっと見守ってます。もうすごく胸がいっぱいです。すでに涙が出そうです。そして2年半ぶりに平川動物公園でホッキョクグマの展示が始まりました。鹿児島の日差し、そして空気を感じながらライトが元気に動いています。ライトくんお風呂向いたよ、ほら。ライトくん、将来の繁殖を見据え、和歌山県のアドベンチャーワールドから今月9日に来園したオスのホッキョクグマのライト。大好物の馬肉や白菜を食べたり、プールで魚を食べたり、これまでの屋内展示から鹿児島では屋外展示になり、早速今日は暑さ対策用の屋根が利用され、元気に動くライトの姿が見られました。2020年10月に老衰で死んだメスのカナ以来、およそ2年半ぶりのホッキョクグマの展示です。夏になるとあの氷をこう抱っこしてるのがすごい可愛いなと思ってて、もう見れなくなるんだろうなと思ってたら来てくれたから、もう本当に嬉しかったです。もう一回見れて嬉しいです。涙です、涙涙垂れ目なところもあるんですけど、寝ていても寝顔で営業のできる男なので寝顔も見てください。とっても可愛いです。ご飯の時間が一番生き生きしてるというか私と一緒だったんでライトを通して今野生でどんなことが起こってるのか、まあ、一緒に協力して伝えていけたらいいなと思います。今後ホッキョクグマの種の保存の希望の光になるかもしれません。いや、うん、ああやってジャンプする姿を見るとなかなか迫力もありますね。そうですね、やっぱり久しぶりのホッキョクグマの展示ですけど、大きいですね。いやー、そうですね、大きいですし、そしてその和歌山時代から の、うん、そのファンもいるということで、はい、かなりあの熱心なファンの皆さんということになりますけれどもね、もう全国にもファンがいるということで、またね、あの子供とかが生まれるといいなというふうに思いますよね。そうですね。